はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回はですね、前回の続きではないか、はい、前回ね、もう大ロマンを感じたこちらのダイソーデッキですね、日野くんを使ったこちらのダイソーデッキでですね、まあダイソー、まあうまくいけば全然本当にあのロマンからしてですね、全然スタメンまであるんですけれども、まあとりあえずダイソーを作るよっていうデッキで、メス招きですね、はい、メス招きですね、やっていきたいと思います。はい、まあ以前のダイソーデッキでも SG 高校でメス招きはやったんですけれども、まあお守りってね、二股だと必須だと思うんですけど、一股だと要はクリスマス間に合うんだったら他のアイテムの方がいいんで、今回メスでやっていきたいと思います。なんで正直あの回は間に合わなかったんですけど、結局千丸でね、あの鈴木隆弘を作ろうみたいな回なんですけれども、まああの回は残念ながら間に合わなかったんですけど、クリスマス、これクリスマス間に合ってくれれば、ここを入部届に変えれば、要はね、僕の言ってる、もう前回ずっと言ってたロマン、ロマンって言ってたね、あのロマンができるんですよ。なのでそこをしっかりね、狙っていこうかと思います。はい、あ、ちょっと待って、で、これ、自分でも把握してない。日野くんは何なんだ？日野くんはレンジャーかな？レンジャーっぽいよね、なんとなく。あ、日野くんレンジャーですね。なんで、このデッキはですね、レンジャーにバウンサーにガード2かなっていう編成になるんですけれども、左からガードバウンサーバウンサーレンジャーレンジャーガードですね。なんで主人公が、レンジャーになるとちょっと果たし状が勝てそうにないんで気をつけていきます。やっていきましょう。はい、バウンサーになってほしいな、主人公は。割とそしたら全部、まあ果たし状以外はとりあえず全部勝てますね。まあ本当に前回ね、ロマンロマンって言ったんですけど、あのやっぱ内野安打がね、サード、普通のサードゴロがセーフになっちゃうのは本当ロマンでしかないと思います。なんで本当にもう前回ね、もうほぼほぼ大体このデッキで絶対入部届使おうっていうのを決心したんですけれども、なんで招き猫と入部届で、お守りは持ってこずに SG 来れると100点なんですよ、僕の中でね。なのでちょっとその辺のところの兼ね合いをね、今回ちょっと確かめに来た感じです。あ、でちなみに今回はセカンドで作ってます。というのも、まあ前回ね、割といいダイソーができちゃったんで、もう外野手はね、で、あの鈴木隆弘の回で千丸でまあ1人作ってるので、まあもう2枠は結構いいかなっていう、外野2枠のダイソーに関してはもうあいつらでいいかなっていうのをもうすでに実感として持ったので、今回はまあセカンドも1枠ね、3枠外野、外野で2枠、セカンドで1枠ダイソーは作っているので、今回はそのセカンドですね。セカンドもあんまいいダイソーではないんで、とりあえずまあチームの底上げ、チーム力の底上げを目指してセカンドを作っていきたいと思います。なんで今回はレーザービームにする必要はないので、あの前回ね、相当いろいろ時間かけて調べたですね、あれですね、前回本当にかなり時間かけて調べたと思うんですけれども、あの電光石火とレーザービーム、あのコツ1ですでに来ている時はどっちがいいのか問題ね、日野くんのあれも今回はですね、しっかりやっていきたいなと思います。はい、しっかりやっていきたい、しっかりね、今回はレーザービーム取らないので、あそこは電光石火割り引いていきたいと思います。で、敏捷が結構前回は余ってたんですけど、まああれはトリプルタックが3回も来たからっていう理由と、一つはで、今回はあんなに余らないかなと思っているもう一つの理由がですね、まあ SG なんで練習の前に結構ミッションやると思うんで、まあ練習では敏捷を稼げるデッキだと思うんですけど、ミッションやるんでね、経験点いろいろこう割り振られるのかなってちょっとあれよりは思ってます。まああれよりは経験点伸ばせれるといいですね。はい、で最近ね、この話だけは今回絶対しとこうと思った話があるんですけれども、最近なんか YouTube のアナリティクス本当ずっと見てるんですけれども、なんかチャンネル登録者と非チャンネル登録者、要は僕のチャンネル登録してない人とのね、こう視聴の割合、あ、氷上家の事情行きたいな、氷上家、あ違うわ、守備連がいらんわ。はい、視聴の割合っていうものを見てたんですよ。皆さんどう思います？僕のチャンネル結構チャンネル登録者さんも最近増えてきて、まあ大体ねパワープロとか、まあ、白プロスペイとか、なんかこう、いろんなアプリを常々一つ固定して、こう、実況してるものがないとかだと別だと思うんですけど、割と固定していろんなゲームを実況してるのにですよ、なんとですね、7割チャンネル登録してない方、で、3割がチャンネル登録してくださってる方が見てるというね、結果が出たんですよ。
いやそれちょっと驚きで、僕逆ぐらいかなって思ってたんですよ今まで。チャンネル登録してくれてる人が逆に7割で、まあ、してない新規の方があれなのかなって思ってたら全然逆だったっていうのがちょっと衝撃だって。まあ何かっていうと、まあ、チャンネル登録してくれたら嬉しいなっていう、まあ、結論なんですけど、話の結論としては、まあ、別にチャンネル登録誰かがしてくれたから、例えば僕がいやらしい話儲かるだとか、なんかじゃあ YouTube 的にもっと再生回数が増えるのかっていうと全くそんなことはないんですけど、やっぱ一つの数字としてこう如実に出てるものじゃないですか。なんで僕のなんて言うんですか、モチベーションですよね、簡単に言えば。モチベーションがぐいっと上がるんで、本当にチャンネル登録してくださると、あのよろしければですね、アカウントをねまだ持ってないっていう方なのかもしれない。確かにめんどくさくて Google のアカウントを作ってないっていう方かもしれないですけど、そういう人ってもしよろしければね、すっとちょっと3分ぐらいでねアカウントを作ってくださってですね、すっとおっしゃ間に合ったらこっちのもんじゃ、これはこっちのもんじゃマジで。しかも10月とか普通に早いやん、こっちのもんじゃ。おっしゃメスマネキ最高や。はい、すっとねチャンネル登録ボタンをね押していただけるとですね、本当にねここに嬉しい少年がいるんでね、ぜひその嬉しい少年をね喜ばせてあげてくれればね嬉しいななんて思ったりしたね、この間でした。というところでやっていきましょう。はい、いやびっくりした、本当に絶対逆ぐらいだと思ってたのにな。でこれはね切ります。はい、進めてもね、アーティスト、うん、あミスった、あそっか、あそっかミスった。切るのはいいんだけど、調子安定は、え調子安定ってそうだ、他のあの他のコンボで取れるんで、ここあれですね、いつも使ったことがない選択肢が実はあるんですけれども、ちょっとその話しますか。登場の使ったことない選択肢がもう一個あるんですよ実は。金徳イベ進めようとすると、もちろん受けるにするとなんか選択肢さらに出てくるじゃないですか。でさらに出てきた方をなんか選択すると月通崩しのコツ3でくれるんで、このデッキの場合調子安定は他で取れるんで、あの月通崩し狙った方がいいっすねっていう今思いました。はい、なんであの入部届使う際は気をつけたいと思います。はい、やっていきましょう。ただ本当にですね、おそらく彼女評価はもう間に合うんですよ。クリスマスさえ間に合ってくれれば、エピローグには普通にやってれば多分、要は井戸端が起こんないんで、多分エピローグは多分マックスになるんですよ。ってなってくると、今回みたいにクリスマス前に間に合っちゃえば、彼女が、もう絶対お守りよりも、そのメスだとか、まあ、入部届とかがいいと思うんで、要はやっぱりこのデッキの入部届でロマンを作るっていうのはもう完璧だと思うんで、絶対やります。っていう告知。ここまで。いやロマンだね。です、その入部届使うときはセカンドは作りません。やはりまあうまくいってスタメンのセンター、1番センター左打ちのね、やはりこの間言ってた通りもうそれが作りたくてたまらないっていうだけの、なんかもう僕の本当に僕の自己満動画、まあ自己満動画なんですけど、やっぱりロマンを求めてる動画がやっぱね、はちょっとロマンでしょうっていう、なんかよくわからないですね。はい、まあロマンですねっていうところでやっていきましょう。お、いいですね。ダブルタック来てるけど、これは左京なんでさほどは美味しくなくて、なのでこっちでいいかな。せっちゃんの評価とはいえでも、彼女になったともちょっとは練習終わないで、やっぱりね、あのお守り持ってきてないんで、全く終わなければ多分エピログ間に合いません。で、今のはカルロスも評価上がったし、こっちでよかったでしょ、多分。お、オッケーオッケー、主人公ガードになってきたね。ガード3、バウンサー1がやっぱりね、一番果たし上勝てるんでね。まあ最悪ガード2バウンサー2でもいいけどね。主人公がですねレンジャーとかになっちゃえば、まあウサ教がですよ、ガードあのバウンサーなんですね。ただサ教が PR なんでね、そこが上がっていかないんであんまり。でサ教なんで PR 入れてるかとかは、まあ積極盗塁を取るっていう、まあそれだけの理由なんですけれども、もう今言っただけの理由しか本当ないんで、もう終わりなんですけど、詳しくね
より詳しく聞きたいという方はぜひね前回の動画を見ていただければと思います。だからこういうなんか前回のこの告知、前回の告知なんていうんだ、こう前回の宣伝なんかも入れていかないと、チャンネル登録者じゃない人、チャンネル登録してない人がね7割も見てるっていうことがね分かったんでね、なんで前回言った通りとか言って、こう前回も見てねっていうのをこうもっと入れていかないとこうダメかなと思った YouTuber 秋でした。やっていきましょう。いやでもまさかだったな、本当に皆さんも多分えマジでと思ったと思うんですよね。実際えマジでと思った。あれうわこれ渋いな、どうしようこの週デートはもったいない気もするし、うんかといって迷い猫とかいうのももったいない気がするな。これ休むでいいかな、デートでいいか、休むする使うぐらいだったらデートでもいいのか。今のは難しいっすね。今のちょっと普通に選択肢として迷うとこだった。せっちゃんがいればねラブパでも狙っていくっていうのは一つあったんですけど、うわまたトリプルタック、まあサケは入ってるとはゆえ、 PR が1枚入ってるとはゆえ、せっちゃんまでいるトリプルタック、うまいっすねー。いやこのデッキいいわ、なんかもうロマンしか感じないし、ラブパ来た、よっしゃ。ラブパ中のタックイエス、おーラブパ中のダブルタックイエス、いやーロマンしか感じないっすね、本当にロマンしか感じないっすね。これはね、てか今回も早くメスが来てほしい、早く大丈夫が来てほしい。あで元気になりたいね、選ぶのはもちろん、ただなんで体力最大値を上げる方を選ぶんで、早めに来てくれれば来てくれるほどいいんですけど、いや本当にロマンなんすよねこのデッキは。もうなんかロマンとしか前回から言ってない気がするんですけど、本当にロマン以外の言葉が出てこないぐらいにロマンなんですよね。はい。で、結構走塁タックが来ているので、敏捷以外を稼ぐ練習ですね。今のだと結構悩んだんですけど、なんで打撃でいいかなっていう感じですね。まあ、敏捷以外全部くれるんでね、打撃練習なんかは。うわ、また大凶。また大凶ですか。これもちょっと走塁練習は渋いな。これ、ミッションでいいな、ここは。守備職人のコツいきますか。あでもまあ SG なんでね、ちょっとイベントが完走するかどうかはちょっと心配なところですよね。前回波動行きましたよね。波動よりはそれは SG の方がイベントが完走しにくいんでね。はい、ちょっと心配なんですけど、まあ登場も切ったし、マイベはそんなに詰まってないし SG いいんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっと評価が気になったので今は出ときました。はい、言うてせっちゃんの評価がちょっとどうなのかなって思ったのでちょっと出てみました一回。ちょっとメス招きね、いいとは言ってるんですけど、ちょっと不安はあります。やっぱりあんまりむしりすぎるとエピローグまでに評価マックスになってないのかなとか、いろいろちょっと一瞬思ったんで。はい、で今回はですね、日野くんがねちゃんと阿部日野子作れるといいななんて思っております。まあそういう点ではもちろん広角とか今潰すっていうのも全然ありなんですけどね。なんでちょっと日野くん行かせてもらいましょうか。日野くん、まあ、チャンスも一回教えてこないといけないし、阿部人チャンス、まあ、一回ずつとりあえず、一緒に特訓だおじさんかな、君も。滝本系の人かな。あ、大凶で2000超えちゃうんだよな。やばいよな。やばい、またこれが早く進んでいってる。うわ。これミッションでいく。デートしたら体力回復量がもったいない気がするから、バント職人のコツ言っとくか。うん。あで前回そうなんですよね、カルロスがバントのコツを教えてこなかったじゃないですか。結構バントは取りたいなって思ったんですよね、あの動画自分で見返して思ったんですけど、やっぱバントすらもセーフになるんで、まあロマンとしてね、セーフティーバントで
バント上手くてセーフティーバントでっていうんでね、だからバントコツ言っときましょう。もうロマンしかこのデッキには求めてないんで、そもそも。ちょっとやっぱ主人公が連射になるのだけは渋いけど、まあバウンサーにいれば勝てそうな気がする、集中してやれば。で森のクマとか用心警護とかですよね。あ、でこの間ねめっちゃいいコメントをいただいたんですよ。コメントじゃないや、ツイッターでねリプライをいただいたんですけど、僕がね用心警護下手っすよね俺って言って、この間なんかのサクセスやった時に用心警護負けたんすよね。でこれその時がレンジャー1あと全部ガードだっけとかいう編成で言って負けたんですけど、どうやったら上手くなると思いますかみたいなこう質問というかね、あれをさせていただいたんですよ。その時に質問というか、まあ投げかけというかねをさせていただいたんですけれども、そしたらねツイッターの方にリプライいただきまして、あのねやっぱ用心警護はやっぱ難しいと、バウンサーなしで勝つのは。で僕はバウンサーを連れていかないとき、いつもバウンサーをね使わないんですけど、桜の宮っていうのがアキさんいるんすよって言って、で僕これだけは本当自信持っておすすめできるんで、ぜひともねそういうバウンサーいないときの用心警護にはぜひともあれを使ってみてくださいと、桜の宮を。そしたら絶対余裕で勝てるようになるんでっていうのを教えてもらったんで、またねオールガードとかでやるときはねまたやらせていただきます。確かにその通りだなって思った。そういうコメントねほんともらえるのは、ね、嬉しい。やっていきましょう。だカルロスと倉持って非常に特能の相性が良かったんですけど、まあ倉持のけたんでね、カルロス単体でバントとか守備職人とか、おあそうだね、うわびっくりした、出たと思ったけど自分が持ってきてたわ。オッケーオッケー、これで12上げるのがねちょっと遅いな。2月は年内に来てほしかったけど、まあまあ全然いいでしょう。これがメス招きと言われるやつです。だいたいパワーアップしたいを選ぶもんではないんでね、またあの NG 動画この間出したと思うんですけど、またあの NG 動画にして出さないといけなくなるんで、もうねもうやめてほしいですね本当に。この間ねミスったのがめっちゃいい NG 動画撮ったんですよ。前に後読んでやってて、前に後読んで招き猫持って行って小筆を入れてるんですよ。で前に後読んで招き猫持って行ってるんですよ。もう一回言ったんですけど、前に後読んで招き猫持ってきてるのに小筆の告白2回で、ちゃんと言っとくんですけど、評価マックスにしたのは本当にマックスというかオレンジにしたのは多分9月ぐらい、下手したら9月ぐらいから評価オレンジなんだけど、告白2回目が来たのが6月4週、つまり彼女にデートができるのは7月1週から、つまりその週から全部デートしてもデートは完走しないっていうね。いや前に後読んで、いや何度も言うんですけど、前に後読んでそれあると思って、いやでもまあまあせっかくここまでいろいろ喋ったし動画にしようかと思って喋り続けてたんですよ。そしたらですね次の週ですね、なんかね守備連かな、走塁か守備連やった時にブチ爆発したみたいなね、もうはいこれ NG 動画行きって言ったんですけど、その NG 動画を間違って削除してしまうっていう、だからただただ時間とあれが無駄だったっていうやつですね。はい、ただただ時間とね招き猫が無駄だったってやつですね。まあお守りは安いからいいんですけど、うん、これダブルタックいっといた方がいいか、行こうか。よし、でもうそろそろ右京3回目が来そうなんで総力グイッと上げたいんですけどね。おサンキュー登場、うわうわ言ったところで言ったところで来るけど、まあちょっとだけねそれ A になってるらちょっとだけまた経験点が楽だったんですけど、まあ要は97までは上げれなかったんで、今回も97の話ももう一回だけしときますか。言うてやっぱチャンネル登録してない人が7割見てるチャンネルなんで、もう一回言っとかないといけないと思うんですけど、要は、はい、97まで上げてれば、特に99から100になる瞬間が一番ね、経験点必要とされるので、まあ、そこまでに、上げていればですね、3上がるので、総力が、こう直で3上がるので、そこまでにですね、非常に上げることができていればですね、はい、
ちょ、リセット、リセット。はい。経験点のね、節約になっていいよねっていう話だったんですけど、まあ、招き猫持ってきてると、イベントがかなり早くどれもこれも進んでいくので、まあ、仕方ないのかなって、そこまでに97まで上げとくのはね、まあ、それまで盗塁とか走塁とか取らないっていうふうにちゃんとやってるんですけど、そういう対策してもなお、やっぱ仕方ないことなのかなっては思いますけどね。はい、やっていきましょう。チャンスコツ潰そうか迷ったんですけど、頼む。阿部光。これはチャンスコツ潰した方がいいな。チャンスコツ潰します。はい、阿部日がやっぱ欲しいんで。阿部日来ないな。阿部日コツ来ないな。ミッションでいいかな。デート、デートあと何回ある。お、阿部日のコツ、これ言っときましょう。あ、ここで一回阿部日のコツが来るんだったらチャンス置いといてもよかったけど、まあいいか。これで 70% で取りましょう。あ、ミスった、ミスった。あぶね、あぶね。主人公レンジャーになってたのか。またこれね、レンジャーになると良くないんだよね。本当に本当に果たしがちょっと難しくなるからな。あー、またミスった。出しすぎな感はある。調子また乗ってる感はあるぞ。よいしょ。あー、もうこれどうなんすかね。ミッションやってる時とか結構無言になるんですけど、僕が撮ってる時ってゲーム音聞いてないんですよ、自分で。なんで本当の静寂な状況がこう周りにはあるんですけど、実際動画見てる皆さんはゲーム音も一緒にあるんで、うわー、これでタック来てほしいんだよな。実際皆さんはね、そうやってゲーム音も一緒にあるんで、まあ案外後で見返した時に無言の時間があってもいいのかなって思うんですけど、やっぱ実況者としてね、無言の時間を作るっていうのはいかがなもんかなって最近思うんですよね。タック来て、お願い。いくらタックが来るかだぞ。結局なんだよ、そうなんだよ。結局、ここでタックが来ないとダメみたいなとこなんだよな。ちょ、スカウト評価系やるか。頼む、ダブルタックとか。どっち行こうか。どっち行こうか。筋力行こうかな。いや、敏捷足りてないかな。打撃練習強化されてもな。まあ3000超えたけど、もっと行きたい、もっと行きたい。このデッキの真髄はもっと深いところにあるぜ。うわー、合宿が渋かったですね。合宿が渋かったですね。うわ、竜の卵が、これは絶対行きたいやつですね。はい、行きましょう。竜の卵は絶対勝てると思うので、はい、ちょっとやっぱりデートもうちょい早めにこなした方が良かったか。一回休むコマンド使った週とかあると思うんですけど、あそこデートで良かったな。30ぐらいしか体力回復しないし、デートもったいないかなと思った週が一回あったんですけど、あそこ、まあまあちょっと高額のために今回はね、このでここで、まあ、メスの代わりに入部届使うっていうのを、まあ、やる予定なんで、近日かは分かんないですけど、まあ、せっちゃんを一回上限解放してからやりたいとか思う節もなくもないんですけどね。はい。で、しかも別にメスって、まあ、天才もまあ いわば同じなんですけど、メスって使わなくても来ることあるじゃないですか。大丈夫。しかも特に招き猫を使ってる時はよくそれが起こる印象あるんで、もし天才の入部届使った回に、まあ年内とかにね、
大丈夫とか来たらちょっと激アツだなとか思いつつねやってるんですけれども、ちょ待てよちょ待てよ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 、やばいぞやばいぞやばいぞ、あぶねあぶねあぶね、結構ダメだ、その雑談するほどの余裕はなかった、竜の卵も危ない、今のも危ない危ない、よっけよっけ、この竜の卵とかが赤びっくりとか出たら相当いいっすよね。よし、せっちゃんの評価も大丈夫ですね。まあせっちゃんの評価もやっぱ大丈夫ですね。やばい、勇者ですねがまだ1回目だ。で勇者ですねでも体力最大値上がるんで、これもね1回目は早めに来てほしいところはあるんですけれども、ちょっと遅いっすね来るのが今回。大丈夫含めやっぱ体力最大値これなんで16上がるんですよね。体力最大値16上がるっていう、まあ、デッキというかあれの仕様なんで、はい、非常にね、いやほんといいぞこれ、これいいぞ、体力最大値16も上がったら本当に練習ばっかできるんで、やっぱり思ったのはデートはもうちょっと早めにこなさないと、結局今煮詰まってるんで正直デートが、高額のために、あの秋、おい秋動画見直すだろお前、お前おい秋聞いてるか、入部届使う前にこの動画見直してると思うけれども、よ秋秋聞いてるか秋、はいしっかりねデートを早めに終わらせておきましょう。うわーこれは阿部彦津だね、欲しいのは。なんで一緒に特訓だばっかりなの君。いやまたレンジャーになった、このレンジャーとガードをさまよう感じ主人公が。おっとちょっとまずいよまずいよ、ちょっとそれはあぶねあぶね、ガードの手数が少ないんでね、怖いところではある。まあまあレンジャーとかが助けてくれるんでね、ガードは少なくてもね。うわーこれちょっと障害物ありすぎちゃう、それは障害物がありすぎちゃうでー。あこれちょっとやばいかもしんないな、いけるバウンサーで一回弾いて、よしオッケー、よしよしよし、いや SG のこの本当に意味のない高速チャージだけはやめてほしいんだよな、意味わからない高速チャージ。ちょっとデートが本当やばいな、あミッション見るべきだった、ちょっといやけどまあ6月1週だからいいけど、まあ最悪完走しなくてもいいっていう発想。お、ハタシが来てる、ハタシが、これはもう日野くん行かないと、阿部日が欲しすぎるんで頼むよ、サンキュー。うーんそれも行きたい、てか走塁骨がまだ来てないんですよね実は。あ違う違う、電光石火はまだですね、走塁骨がまだ来てないし、パワー飛骨も実はまだ来てないっていうね、守備職人骨も来てないし、いろいろコツはまだ回収できてないな実は。もろもろ上げていきますよ、はい、やっぱ精神余るんでやっぱりチャンスは直取りで問題なかったですね。お、いい感じじゃない、これはもう行かしてもらいますわ果たし状。うーんやっぱレンジャーは何も使えないと思うんでこれかな。うわガバウンサーレベル低い、これで勝てるかな、もう負けたら最悪、負けたらちょっとやっぱ主人公がガードに なってないと勝てないっていうところで、ちょっとせっちゃんと左京のレベルが低すぎる。
これはもう危ないんで。うわ、やっぱむずいわ。こっからだぞ。こっからだぞ。こっから。こっから我慢できるかどうか。こっから我慢できるかどうかなんですよね。こっからどれくらい頑張れるかどうかで、ほんと変わってくるんで。頼む、頼む、頑張ってくれ、頑張ってくれ。うわ、結構むずいな、結構むずいな、結構むずいな。結構むずいな。結構むずいな、ほんとに。あー、もう余裕で無理だった、余裕で無理だった。あー、もう余裕で無理だった。やっぱこれはレベル低すぎて無理だ、これは。くっそ、これがでも勝てるかどうかで。くっそ、結構変わってくるんだよな。やっぱ主人公が、レンジャーだと辛いっていうところでしたね。主人公がレンジャーだと辛いっていうのが今回学んだことですね。ちょっと練習しとこう、これ。天才の入部届使う前には、今の編成でも最悪勝てるぐらいに練習しときたい。渋いな。デートでいいや、もう。普通に勝てなかったな、今の。まあ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 、普通に勝てないっていうことは、普通に勝ててないんで。いいんですけど、いいというか、まあ練習しないとっていうところなんですけれどもね。はい。コツが結構いろいろ来てないっすね。パワヒはせめて次取らないといけないし、ここはちょっと一回デートで。いや、今の勝てなかったか。ショックだね。仕方ないけどショックだね。まあ要はちょっとガードが少ないんで、少ないっていうか、もうほぼ、まあせっちゃんレベル17でほぼいないと思っていいかなっていうところで、ガードがもうほぼほぼ一人の状況で、前半戦をなるべく、まあ僕が思うに、あのボンバーをどれだけね、あの我慢できるかだと思うんですよ、使うタイミングをね。それをちょっと早く使わざるを得ないような状況だったんで、今回はそこが良くなかったなと冷静に分析。まあただ私上は負けちゃったけど、それにしても結構強いし、あとまあ東条のそのイベントのことも今回学べたんでね、月通崩しの方がいいよっていう、ね、いや、ちょっと学べたことがいっぱいある、今回は。今回のサクセスは。まあ、月通崩しってもともと軽いんで、コツ割り引いたところでみたいな感じではあるんですけど、実際。でも全然嬉しいわ。勉強になってるから嬉しい。あと、ちょっとダブルタックかトリプルタックが一回来てくれると、いい感じになるんだけれども。で、一応セカンドで作ってるんで、あの、そのまま守備についた時のことを考えると、守備職人骨来てくれると嬉しいんだけれども。登場が登場か。そこパワヒのコツ欲しいからな、でも。これ言っとこう。パワヒのコツ欲しいし。登場が登場は追っとこう。サンキュー。カルロスも追っとこう。これで最終週デートでいいかな。よしよし、バントもまあまあいいでしょう。はい、で、まあバントのことはもういろいろね、もう、はい、あれだと思うんですけど、こいつもバント職人じゃなくてバント丸なんで、バントだけ潰そうと思えば、バントだけ取ればいいっていう、あの、前ね、めっちゃ話したやつですね。はい。なんですけど、今回は職人まで取りたいな。うん。職人まで取りたいっすね。やっぱりロマンを追い求めていきましょう。セーフティーバントもめっちゃうまいみたいなやつになってくれればね、完璧だと思うので、はい。で、ダイソーを作っているので、ダイダ丸も取るし、あ、ただここは体当たりを取る方が先決だね。はい、よし、行きましょう。というのも、今ダイダ丸取っても直接この試合には全く関係ないので、体当たりは体当たりするかもしれないんですけどね。で、今回はちょっと敏捷がもしかして足りてないかな。電光石火もコツ2回来たんだけれども、ちょっと敏捷が足りてないっぽいので、気をつけていきたいですね、こっから。まあ、気をつけるって言っても、まあこちらとしては何もすることがないんですけど、ただもうミートパワーが CC ということで、そこはいいんじゃないかな。果たし上負けてこれだからな。ロマンあるな、やっぱり。
ロマンしか感じないぞこのデッキには。ちょっと待って、今のはさすがにミスったし、まだ100になってないからセーフにならないというところでね。でもあれが100石化ベーラーにすでになっていると、まあ多分思うにね、走塁20丸とかもこの内野安打関係してると思うんですよね。高速ベースランあれもちょっと早くなってるような気がするんで、今のがね100石化ベーラーもすでにできているとあれすらセーフになるんで、本当に甲子園行ってからまたやりましょう。ちょっと今回100石化ベーランっていうところが危なかったら意味ないんだが、もともとダイソーを作っているんだこっちは。あの100円しか売らないでおなじみのダイソーを作ってるんだ。皆さんお気づきになりましたか、あのデッキの名前書くところをダイソーって書いてたのはそういう、まあギャグって言ってもあれなんですけど、まあそういうやつですね。はい、そういうなんか一笑い取りに行ったっていうところでした。やっていきましょう。これはもう仕方ないんでデートやります。まあこれ実際入魂でも初級でもどっちでもいいって思うんですよね、本当に。うん、まあまあまあ入魂だったらかなり掴んでほしいなって思うんですけど。あー先ほどだけのタックは渋いよ。これ敏捷足りないな。走塁骨まだ来てないな。これやばいな。守備肩もうちょい上げたいところはあるぞ。言うても。走塁骨まだ来てないぞ。やばいぞ。で、ヘスラも取るじゃん、絶対。ゲッツー崩しも絶対取らないといけないじゃん。これやばいな。敏捷が足らへんで。敏捷が足らへんで。このままでは敏捷が足らへんで、精神も余るで、余るで、ほんまに覚えときや。いややっぱこれ入部で天才になったやばいな。クソ強いぞこれ。であと果たし状がだから勝てるようになればというと、では主人公があの果たし状のタイミングでガードだったらガードさんでバウンサーっていうので絶対勝てるんですよ。それでなんとか本当にしたいな、頑張って。第9、見積もりスタート。打ったこれはいい当たりだ。行ったー。で、個人的にダイソー作るとき、こう自分の前にランナー、まあ、カルロスとかサキョウとかね、この場合だと出てると思うんですけど、そいつらがバンバン走るのもなんか面白いななんて思ったり、思わなかったり、ラジバンダリ、あ、ちょっと待ってね。もう2打席ホームラン打ってるんで、ここはね、一丁ね、見せましょうか。いや、2点差あるし大丈夫だよね。あ、ただ、阿部、こっち。あ、ダメだ。今回まだ100石化ベーランじゃなかったからダメだ。まだまだ言うても100石化ベーランの時にできるっていうだけでちょっと怪しいんですよね、100石化ベーランじゃなかったら。しかも点差も怪しいし。いや、あの前回の本当あのサードゴロがセーフになったのは感激すらありましたよね、本当に。あれ超かっこよかった、あのサードゴロを内野安打にしていく感じ。頼む。おっしゃおっしゃ、ダブルタック。あ、ただ走塁骨はないのか、日野くんは。走塁骨がこのデッキで来てないってちょっと相当だと思うんですけど、足りるか、ギリギリ足りるかな、わかんないけど。はい、これあれですね、ミートパワーもうワンランク上げれますね。よいしょ。というのも守備肩をね上げるってことはつまりは敏捷が余ってるってことなんですけど、今回みたいに敏捷が余ってないときはね、守備肩あんま振らずに打撃、まあちょっと守備肩 EE ぐらいまでは持っていきたいけど、 EE まで持っていった打撃特化型のダイソーということで、代打丸もついてるし、阿部ひも広角もチャンス20丸もあるんでね、文句ないでしょ。1球入魂逆境まであるんでね、もっと言うと、もっと言うとバント職人だしね。あ、ミスった、ミスったし、で、あくそ、100石化ベーランだったらセーフになったかもしれないけど、なんかランナーが走ったからセンター前ヒットなのにショートが正面にこうベースに入っててっていうやつが今のやつです。はい、やっていきましょう。あれ100石化ベーランだったら間に合ってセーフだったかもしれないのに、そこにロマンを感じているんですよね。もう何でもセーフっていう、フライさえ打ち上げなければもう何でもセーフっていうね。もう1打席ヒット打たないといけないから、
ちょ今のセーフティーバントしようか悩んだけど、まだ走塁20丸も取れてないしね。いや日野くん忘れてたけど試合経験ってあるんだよな、強すぎだよな。走塁骨が欲しいかな、やっぱりここは。守備職人骨、カルロスだと守備職人骨っていう可能性もあるから、よし、オッケーオッケー、確実にね走塁骨をもらって、うわー便所足りるかな、うわーあと、うわー160、170ぐらいか、120、あー足りるか、ギリギリ足りるぐらいか、でもちょ怖いぐらいだな、でも補給も上げたいからちょっと足りないぐらいだわ、むしろ。ちょっと足りないかもしれない、便所が。なぬぬぬぬぬぬ、ちょうど果たし上負けた分ぐらい足りぬかもしれない。あ、ミスった。ミスったけど、これが三塁打になるんでしょ、要は。あー、そうだ、これが三塁打にならないんだ。高速ベースラン持ってないから。危ない危ない危ない、振るとこだった。まあ、振ったとしてもね、振ったとしても内野安打になるんでね。ロマンなんですけれども。いやしかもミートパワー BB だったら余計ロマンだよな。投げました。スライダーはストライク。バットが空を切りました。投げた。でエンドランしようぜ次。ランナー、ランナーゴー。カウントはバック。センターフライ。ゴー。ツーボールワンストライク。バッティングカウント。投げた。あミスった。普通にミスった。ダメだ。取りました。ボールは中継。もう一打席、もう一打席、もう一打席来るよ。オッケーオッケー。ここでしっかり決めましょう。第9投げたボールわずかに外投げた、よし、オッケー。なんか左打ちやすいな、個人的な、結構ミスってるけどなんか打ちやすい。いやーというところで果たし上勝てるように練習しときます。いやけどいいっすよね、メス招きで本当に、ま、あの要はあれがいらないよなっていう、本当にお守りが本当にいらないなっていうのが今回そこら辺は分かってよかったですね。いやロマンを求めてるんすよこっちは。ギリ足りるかな、便所守備いいにしたいぞ。そして精神余りもどうにかしたいし、6400、まあまあでしょう、まあまあでしょう。よし足りた、よかった、普通に足りた、よかった。でこの精神の余りをここからねどうにかしていきましょう。はい、そうですね、精神 S2 はならないんだったらムード丸を取ろう。よし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 、十分でしょう。あ勝った、ダメだ、ムード丸ダメ。うわ勝った、うわ技術が、いやー技術が、守備職人やめるか。いやでも守備職人持ってないのちょっとつらいな、でも諦めよう。うん、今回結構パワー上げれたから弾道3にしよう。もう内野安打うんぬんより普通に打ってくれればいいや。はい、というわけでダイソー選手セカンド更新ですね。まあ守備職人だけ、ここに最後守備職人だけつけれれば、もう文句なしだったんですけど、ちょっとそこがもったいなかったかなっていうところなんですけど、あとは取りたい特能も全部取れて、まあミートパワーも BB にできてしね、結構良かったなと思います。まああとはなんでね、本当にどの差かっていうと、今回何の差でそれができなかったかって、もう果たし上に負けたことだと思います。今回唯一敗因を挙げるとすれば、まあ普通に強いと思いますけれども、これでも。はい、百石化ベーランね、これ普通に更新でしょう。また今までのセカンドがこいつ、いや全然今のやつの方が強い。
全然今のやつの方が強い。比べ物にならんぐらい強い。はい、2、2、2、2、2、2。まあちょっとやっぱもうちょっと守備上げたかったですけどね。また作り直します。それはもうちょい守備上げたセカンドのダイソーはまた裏で作っときます。はい、まあけどちょっとどっちかというと攻撃寄りのねダイソーみたいな感じですね。はい、でなんですけど、これ見ていただきたいんですけど、なんで、今回のサクセスでまあ果たし上勝ってたとして、ここにまあ内野安打丸があって、まああとハイボールヒッターとかローボールヒッターぐらいの軽いコツまで取れてたぐらいかな。それでくれたコツを取れてたぐらいじゃないかな多分。あ、で果たし上今回説明するの忘れたんですけど、以前なんか返信できないアカウントのコメントでコメントしてくださった方で、なんでいつも果たし上をやるときに先にコツを潰さないんですか、軽いコツ、要はヘッスラとかゲッツー崩しとか、なんでコツ潰さないんですか、いつも見てて思うんですけどっていうコメントがあったんですけど、あのもう多分それ新規の視聴者さんだと思うんですけど、それもいわゆるねチャンネル登録まだもしかしたらしてくれてないかもしれない。というのも結構昔からその議論ってずっとやっているというか、もうなんで説明をしてなかったんですけれども、昔の動画見てくれたら絶対あると思うんですけど、その回が。僕もそれ知らなくてですね。要は、果たし状の後ってコツ2つくれるじゃないですか、基本的に。で、果たし状勝ったと。よし、コツ何来るって言ったら、1個も何も来なかったことがあるんですよ。で、これどういうことってなって、そしたらその時にコメント欄で教えてもらったことなんですけれども、要は、その時とかってもう、降格を取得済み。パワーヒも取得済みみたいな、まあ、こうやっていっぱいね特能がもう 80% オフとかになって取ってたんですよ。で、そのもともとその 80% オフになってるやつがコツとしてもともと来たのであれば、他に置き換わらないんですね。要は、はい、他に置き換わらずですね、そのままそのコツが来ていることになるので、それはあんまやっても意味ないということですね。むしろなので、そのゲッツ崩しとかを先に潰すぐらいだったら、本来来る予定だったそのゲッツ崩しヘッスラがそのままコツとして来る方がむしろいいので、そこは覚えておけばいいと思います。といったところで、この絵でね、入部届使えばこれがワンランクずつ上がるんだから、 AASS だよ。これがこっちもあるからね、やばい、ロマンでしかない、ロマンでしかないぞこれは。ということで、ロマンをね追い求めてやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。この後ね、概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。